皆様、明けましておめでとうございます。モーセ姫と申します。本日も、そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今聖地でしっかりと浄化をしております。またこれでね、カードの的中率がとてもとても上がってくると思います。はい、今日ね、とても天気がいいですね。初日の出見に行った方もいらっしゃるかもしれません。今日朝方、1月1日の朝方に2021年の幸せな出来事はということで、かなり長い動画を上げさせていただきました。もしよかったらそちらもご覧になってください。きっと幸せな気持ちになったらいいなと思ってます。はい、今日は、はい、ねもう今日2021年の1月1日です。いわゆるウィークリーの深掘りもしていきたいと思ってます。今日は1月の1日から1月の10日の日曜日までの流れ、いわゆる10日間の流れをしっかり見ていきたいと思います。そしてですね、はい、この10日間で星がね、いろいろ移動するんですよね。なので、すごく大まかにはなるんですけれども、星座の 何座の人がこうだよっていうことをまずは言っていきたいと思います。はい、獅子座の方はですね、1月の9日まで、ほぼほぼね、これから9日間なんですけれども、恋愛運が非常にいい時期となっております。そして、いて座さん。はい、いて座さんも1月の9日まで非常に魅力が高まっていく時期と、まず出ております。そして、はいはい。魚座さんですね。はい、1月の9日までとても仕事運がいいです。うん、とてもとても仕事運がいいです。売上とか、そういうこともなんか伸びていく時期と思っていただいていい。あとはお羊座さん、はい、1月の6日まで非常に色気とかセクシーさがある時です。そしてね、パワーもみなぎっていると思います。案外こう体力に自信ありっていう感じで、もうどんどん推し進んでいけるかなっていう感じがする。そして、星が変わって、はい、金星がね、1月の9日に移動しますので、うん、OK です。はい、なので、今度はね、ヤギ座さん。ヤギ座さんが、はい、非常に1月の9日から魅力がどんどん高まっていく時期です。そして、乙女座さん。同じく1月の9日から恋愛運がとても良くなります。そしてお羊座さん、1月の9日から仕事運が良くなってきます。そしてお牛座さん、1月の7日以降、非常に色気とかセクシーさとかモテる時期に入ってくると思っていただいていいようですっていうのが、まずこれがね、大まかな、はい、この10日間の流れとして出させていただきました。口頭で言っただけなので、少し分かりにくいところあったかもしれません。これからまた毎週星の流れも具体的にお伝えしたいと思いますので、そのあたりは改善しながら伝えやすくしていきたいと思います。はい、今日ね、10日間の流れ見ていくんですけれども、かなりボリュームたっぷりでね、見ていきます、ね、1枚2枚3、4、5、まずね、6種類のカードを使っていきながら、それプラスルノルマンカードを使うので、かなりボリュームのある内容になるかと思います。はい、選んでいただきたいのは、はい、こちら本日3択です。1番の方はグリーン、はい、2番の方はピンク、そして3番の方はブルーです。こちらの3択からピンとくる色を
ます。はい。さあ、じゃあね、ウィークリーの運勢は今年初めてなので、はい、また本日も、そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。あ、はい、カードの見方、ごめんなさい、先に言っとこうかな。まず、こちらのルノルマンカードで、今日から10日間の流れ、10枚出していきます。そしてそれプラス、この10日間のいわゆるテーマ、そしてよいしょ、そしてはい、これが全体運、よいしょ、そしてこれが仕事運、そしてこれが金運で、こちらが恋愛運、そして最後にアドバイスということで、はい、これだけのカードを使っていきますので、なんかね、しっかり深掘りできると思います。はい、それでは改めて、はい、じゃあ本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のグリーンの皆様、お待たせしております。まずはこちらのルノルマンカード、こちらはね、グリーンの皆様、ピンクの皆様、ブルーの皆様、これは共通して使っていくカードです。じゃあまずは今日1日から10日の流れ、はい、こちらでしっかりと見ていきたいと思います。まずは1日、おお、棺桶が出ましたね。1日、棺桶、おお、すごいカードが出ました。はい、2日、蛇ですね、なるほど。はい、そして3日、あ、でもコウノトリだね、なるほど、蛇を食べてくれるコウノトリが出ました。はい、そして4日、これは怒りのカード。そして5日、はい、これはね、見ていただいてるのは男性も女性もいらっしゃるんですけれども、これはね、あなた、これはね、グリーンの皆様のカード、うん、これが出てます、5日。はい、そして6日、はい、素敵なカード、星ですね。はい、そして7日、はい、鞭です。ね、ちょっとね、体にね、疲れが来ちゃうかもしれません。はい、8日、家のカード。9日、道。まあ、迷うこととか選択すること。はい、そして10日は、タワーのカードが出ています。はい、まずね、こういう、はい、10日間の流れ、出てきましたね。あら、今日1日、棺桶のカードが出ましたね。これはね、生まれ変わりの意味があるんですよね。だから本当に今日から何か始めるとか、本当に古いものを手放して、もう今日から新しいスタート、そういう風に思っていただいて大丈夫です。うん、なんかこうすっきりとした日に今日はなるんじゃないかなって感じがします。で、こういう見方はしないんですけれども、蛇、明日が蛇、そしてね、3日がコウノトリっていうカードが出てるんですね。で、ヘビの時っていうとはどうしても邪魔が入ったりライバルがいたりっていう感じで、少し精神的にしんどくなるかなって思える日なんですけれども、きっとね、このね、コウノトリさんがね、ヘビさんをね、食べてくれるんですよ。なのでこのね、2日のちょっと気をつけた方がいいなとか、人間関係気をつけてねっていう日に関しては、コウノトリさんが食べてくれるから、2日もね、きっとね、平和で過ごせると思うんですよね。で、3日、コウノトリ、何かね、新しいことを始めたりとか、飛び立っていったりとか、うん、
いろんな、行動半径が広くなる日かなっていう感じ。そして4日、はい、これ怒りのカードなんですよね。海の近くがキーワードだったり、あとは、自分でお仕事とかされてる人はなんかね、3日ぐらいから動き出す人とかもいるかもしれないんですけれども、4日に関しても非常に金運とか自営業の方とかとてもなんかこう仕事運金運に恵まれそうな感じ。そしてね、5日これはね、あなたのカードが出てるので、あなたがじゃあ何かっていうことを見ていきたいと思います。で、5日の日、さあ何を、あ、これね、ちょっとね、2枚出たので1枚、ちょっと待ってくださいね、もう1回シャッフルしましょう。5日の日、さあこれかな、5日の日、おお、はい、これ素晴らしいカードが出てます。あなたのカードとあの人のカードが出てます。あら、5日何か素敵なことがこれはあるんじゃないでしょうか。あの人と、もうね、ズバリこれはあなたのカード、そしてこれはあの人のカード。あら、何かいつか素敵なデートとか運命の人に出会うとか、一流の人とデートできるとか、そういうあの恋愛面で嬉しいことあるんじゃないかな。あら、素敵ですね5日の日はい、とても素敵。そして6日、ね、これ星が出てます。願いが叶ったりね、あのとても幸せって思えるような、そういう一日だと思います。そして7日はこれ無知が出てるので、あのちょっとね、このお正月とかね、頑張りすぎてる部分に少し疲れが出てくるのかもしれません。あの体の疲れかな、なので少し精神的にもあの余裕がなくなってしまうかもしれません。そしてカードが暗示していることは、人との喧嘩とか口論にも気をつけてねって出てるので、まあ7日あたり体の疲れもあって気をつけといた方がいいかもしれません。そして8日、はい、家のカード、本当にね、こう幸せな平和な時間が8日は過ごせるのかなと。まあ体の疲れがね出てると思うので、8日も早めに家に帰ることとかをおすすめいたします。そして9日、道、まあいろいろ悩んだりとか選択することとかあるかもしれません。そして10日、これもね、まあ家のカードとすごく似てるんですけれども、まあ安定感がある、まあ今まで通りのあの過ごし方ができるよっていう、まあそういうカードが出ています。はい、まずね、これがね10日間の流れです。じゃあ今からずっとカードを、じゃあまず見ていきたいと思います。じゃあこの10日間のテーマということで、はい、こちらから、ね、選んでいきたいと思います。この10日間のグリーンのボトルさんのテーマです。はい、じゃあこれかな。はい、さあどんなテーマになる。あら、トラストですね。トラスト、ちょっとここに置きますね。あ、なんか素敵なカードが出ましたね。人を信じることね、信じ合うこと、これ心のつながりですよね。はい、なるほど。はい、こういう素敵なカードが出ています。トラスト、だから何かいろんなことがあったとしても、こうできる限りやっぱりこうその人のことを信じるとか信頼するということが、この10日間のグリーンの皆様のテーマで、あのある意味自分にとって成長するべきことということも考えられるので、なかなかあのこう人に心が開けないとか、いろんなタイプの方いらっしゃると思うんだけれども、自分を信じて相手を信じるような、そういう心持ちをこの10日間は持っていただくのもいいかもしれません。はい、じゃあ全体運ということで、はい、こちらからカードを
開いていきます。こちらね、トートタロットなので全て正位置で見ていきます。はい、すごいですね、運命の輪が出ました。いや確かにね、1日ってこう棺桶のカードが出たでしょ。棺桶って棺桶ってこのね、運命の輪と同じような意味があるんですよね。だからやっぱりすごいですね、この10日間本当にグリーンの皆様にとっていい方向に運命がぐるんぐるんって変わっていくと思います。特にね、3日とかね、動き出すとかね、5日もズバリあなたとあの人のカード出てますし、ね、選択するとか夢が叶うとか、まあいろんなカードが出てるのですごいです。ズバリこのね、10日間っていうのは木星の5加護がある10日間になると思いますので、あのとてもついてる、とてもついてると思っていただいていいと思います。まあすごいカードが出ました。はい、じゃあ今度はこれは、仕事運として見ていきます。仕事運、はい、はい、じゃあこれが仕事運です。さ、じゃあ開いていきましょう。はい、吊るされの男のリバースとカップの10か。はい、これが仕事運。いやー、なんかこうね、むっちゃくちゃ大変そうなんですよ、年明けって。すっごく忙しくなるのかなとか、むちゃくちゃハードになるのかなっていう感じがするんですけれども、あの、体はすっごいしんどいかもしれないんだけれども、でも、あの頑張った分だけ認められるとか、むっちゃくちゃ忙しいんだけれどもすごい清々しい感じ、うん、そういうものが出てますね。うん、仕事運、うん、特にね、そうだな、こう数字を扱う営業職の人とかもそうなんだけれども、結果が伴ってきそうというふうに出てますし、あとはグリーンの皆様自体の心がすごくこう安定してるんですよね。で、これ仕事で見てるんだけれども、これね、まあズバリ恋愛とか結婚とかそういうことを表すカードなので、なんか恋愛面とかも今からね、見ていくんだけれども、なんか幸せな流れになっていくのかなと。ただ、相当仕事は忙しいんだろうなって感じ。それは思いました。はい、じゃあ今度はこちらで金運ということ、この10日間の金運ということをじゃあ見ていきたいと思います。はい、まず金運、しました。はい、これがね、はい、2枚ともリバースでしたね。はい、カップのキングのリバースとワンドの7のリバース。はい、ね、これが金運か、そっかそっか。うん、あのね、お金が案外この10日間っていうのはいわゆる出ていく、流れていくっていう形の方が多いのかもしれません。そして少しね、こう衝動的な買い物をしちゃう部分もあるのかな。案外こうセール品とか、なんていうのかな、こうね、人に負けじと買ったんだけれども、あれこれ私必要だったかなみたいな、そういうものはあるかもしれない。うん、そしてね、あのマッサージとか、まあ例えばね、髪を切るとか、そういうこう美容系にもお金使うのかなっていう気がするんですよね。で、そこはね、全然こう自分の癒しになったり美しさにつながるものだと思うので、そういうお金の使い方をとてもいいと思います。ただこの10日間っていうのは案外支出は多くなるかもねっていうことは出てるかなって感じです。なるほど、入ってくるんだけれども、案外ね、
この水のカードが出てるので、案外こう流れていっちゃうっていう可能性、とどまらなくて流れていく、いわゆる使っちゃうっていう感じかなと思うんだけど、決してねそれはね悪いことではないと思います。なんかね、幸せなお金の使い方ができるといいですよね。はい、じゃあね、これで今度は恋愛運ということで、こちらのカードで見ていきたいと思います。とても素敵なカードが出ましたね。恋愛運です。これね、そうだよね。ここに仕事のところでカップの10も出てるし、運命の輪も出てるし、トラストも出てるし、なんかね、5日の日はね、男性と女性のカード出てたし、星出てたしみたいな感じで、いや、家も出てたしね。いやいや、確かにいいカードいっぱい出てますもんね。はい、もしまず今現在お相手様がいる場合、何らかの問題があるとするならば、それはすぐ解決して、いわゆるグリーンのボトルさんとお相手様で、とてもこう幸せな時間、この10日間過ごせるんじゃないかなっていうふうにまず出ています。そして、ね、運命の人を求めている人、出会いを求めている人、これはね、早速素晴らしい出会いがあるんじゃないかなっていうふうにも思ってる。で、今回のこのメッセージっていうのが、どっちかっていうと複雑な恋愛とかしてる人は、なんかね、それがこう案外スムーズに解決できていく可能性があるのかなと。それでお相手様と幸せな時間、この10日間過ごせるんじゃないかなっていう、そのメッセージ性がとても強いような気がしました。で、恋愛で、逆に恋愛の良くないと思ったのが2日なんだけど、でもコウノトリさんが食べてくれるから多分ね、2も大丈夫なんですよ。だからそういう意味で、もしかしたら複雑な恋愛をしてる人、例えば明日ね、デートできるかもしれません。なんかね、2とか3とか5とかすごくいいですよ。5、6とか、なんかね、とても恋愛運すごく良さそうな気がしますし、なんか本当にね、お相手様とすぐ会えるとか、幸せな、ね、10日間過ごせるっていう、そういうメッセージのような気がします。はい、じゃあ今週の、ね、アドバイス、この10日間のアドバイスということを見ていきましょう。ごめんなさい、これ開いちゃった。そのまま置こうと思ってたんだけど。これだな。はい、じゃあ開いていきます。おお、なんかね、両方とも、これはね、健康に関することを天使様は伝えたいみたいです。はい、確かにね、仕事のところとかでも、ね、本当にこう体を酷使しそうっていう風な感じも出てたので、気になるところではあるんだけど、とにかくこの10日間っていうのは、トラストもそうだよね、なんか自分を信じるっていうことで、この健康面ももちろん気になるんですね。健康面も気になるんだけれども、今回天使様が伝えたいのが、自分の内面、内観っていうのかな、自分をしっかりこう振り返ることっていうのをこの10日間できればしてほしいなっていうふうに天使様を言ってるみたいです。やっぱりこのね、年末年始っていろんな振り返りっていうことがあり、これから1年頑張っていきたいなっていうことにを考えるにあたりかな、自分っていう人間存在、何ができるのか、どんな恋愛をしているのか、そしてどうしていきたいのかっていう部分、そこにフォーカスを当てながらこの10日間過ごしていくことがとても大切なような気がします。
そして特に朝日ですね。なんかね、朝日のメッセージをすごく感じます。なんかチャクラとかも整っていきそうなので、美容室とかマッサージもそうなんですけれども、そういうヒーリングっていうんですかね、そういうところにもこうお金を使っていくのかなって感じがします。で、それはきっとグリーンの皆様にとってプラスになるお金の使い方だと思いますので、今週は、ね、いわゆる使うことが多いかもしれない。でもためになるお金の使い方なのかなというふうに感じました。天使様からのアドバイス、自分を内観するようにという、そういうメッセージのような気がします。とても素敵なカードが出ましたね。よかったです。この10日間ね、どうぞ素敵な今日からの10日間をお過ごしください。応援しております。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のピンクの皆様、お待たせしております。まず今日から10日間の流れを早速見ていきたいと思います。まずこちらから10枚カードを出していきますね。カードがポロンと。まずカードを、はい、じゃあ並べていきますね。1日から10日。はい、1日、今日素敵なカードが出ました。花というカード。はい、そしてね、2日の日はネズミ。はい、そして3日の日はコミュニケーションを表す鳥。そして、はい、4日ね、いろんな人と会うのかな。庭っていうカードが出てます。はい、そして5日、はい、コウノトリですね。はい、そして6日、フォックス。はい、そして7日、ヘビ。なんかね、人間関係とかね、ちょっと不穏ですね。はい、そして8日は怒り。9日は無知。はい、そして10日。はい、これ星のカードが出ました。い、なるほど。これは、なんかこう、とてもね、いいなって思える時と、ちょっとね、要注意だよっていう時。これね、両方あるかな。まず今日1月の1日、とてもとても幸せだと思います。なんかね、恋愛とか恋愛面でもね、とても喜びがあるのかなって感じがして、そして3日っていうのも、これコミュニケーション非常に活発と出てるので、まあ、いろんな人と会ったり、していけそうな気がします。そして4、5っていうのもとてもよくって、これもね、はたまたこう会合とか、まあ、人とのコミュニティとか、そういうことを表すので、まあ、やっぱりね、3、4あたり友達とか家族とかと過ごすのかなっていう感じがします。で、どうでしょう、5ぐらいからね、仕事始めの人とかもいるのかな。ね、こうなんか元気に飛び立てそうな気がします。そう、ただね、6、7、9、6、7、9が、そうね、ちょっとこれ人間関係とか、体の疲れ。それに要注意って出てるので、なんかね、まあ、腹黒い人とか、ね、ライバルとかいるよね、っていう感じですね。このあたりはちょっと気をつけてた方がいいかな。でも、8日の日と10日の日っていうのは、これね、仕事運、ね、自営業の人とかもとても嬉しいですし、
10日っていうと、これね、今日と同じぐらいむちゃむちゃハッピーですね。好きな人に会えたりとか、願いが叶ったりっていう、特にね、1と10がとてもいい。で、明日、なんかね、お金案外使っちゃうかもしれないなっていう風な感じが出てます。なので、全トータルで見たらね、いいカードの方が多いんじゃないかな。ただ気になるところ、2日の日と6、7、9、この日は気をつけといた方がいいかもしれないなというふうに出ています。じゃあ、今からまたね、ちょっとたくさんのカードで見ていきましょう。まず、この10日間のテーマです。さあ、この10日間、どんなテーマの10日間になるのか。これかな？じゃあ、どんなテーマ、ね、なるのかな。あら、これはですね、多産とか妊娠とかそういう意味があるんですよね。で、ここにもね、ほら、コウノトリのカードが出てるでしょ。もしかすると、この10日間で、ね、実際妊活をしてる人、赤ちゃんに恵まれる可能性あるかもしれませんね。そして、ね、こちらのカードっていうのが、いわゆるこう生み出す力、そういうものがすごくあるんですよね。だからね、本当にここにね、赤ちゃんがなんかね、いわゆる来てくれてる、いるようにも見えますし、あと、あなた自身がとてもこう女性性が強い、いわゆるこう受け入れる能力とか、こう全てをこう、どっちかっていうとアクティブに動くんではなく、もう本当にこういろんな思いを支えることができる、そういう男性であったとしても、そういうこう女性性というか優しさ、それがある方なのかなっていう感じがしました。これはなんかね、妊娠の可能性すごくあるカードなので、ね、ここにコウノトリも出てるからですね。もしかするとこの10日間ね、このいわゆる、ね、赤ちゃんっていうことを恵まれる人もいるのかもしれないです。いるかもしれないですね。あら、素敵ですね。そう考えたらね、特に、まあ、今日もそうですよね。1日もそうだし、4、5とか10とか、そのあたりも、なんかね、可能性あるのかなっていう感じです。じゃあこちらで、全体運ということで、見ていきます。こちらはね、トートタロットなので、すべて正位置で見ていきます。じゃあまずこの10日間の全体の流れ。おお、タワーが出ましたね。タワーが出ました。おっと、何かものすごくこうね、こう変わるような出来事とか、衝撃的なことも含めてあるのかもしれないね。これはもしかすると人間関係とかかもしれないという意味を考えると、そうね、このあたりかな。7とかね、9っていうことが考えられるんだけど、なんかね、思いもよらないハプニング。もしかするとなんですけど、人によっては、ね、妊活をしている人は赤ちゃん望んでますよね。でもそうじゃない人は、もしかすると、例えばなんだけど、ね、赤ちゃんが来てくれた、でもそれが本当に予想外でっていう、そういうことも考えられるのかもしれない。そんなにね、全体的に見るとネガティブなカード出てないんですよ。で、自分の中のショックっていうこととか考えられるのかなと。とか、それぐらい大きな出来事がなんか起こるのかもしれない。ちょっと他のカードも見ていきますね。じゃあこちらがね、今度は仕事運で見ていきます。
ちらはカードを2枚ぐらい取っていこうと思ってます。失礼しました。カメラがちょっとよろけてしまったので、はい、これね、仕事運です。ソードの3か。あー、ソードの8や、なるほど。このね、トラブルっていうのは仕事の人間関係とかかもしれませんね。なるほど。案外ね、こう職場でこれね、年早々ね、ちょっと新年早々こうね、悲しいこととか悲しいニュースとか、うん、そういうことがあって、案外なんていうのかな、こう八方塞がり的なものになるのかもしれない。あー、なるほど、そこかな。わかりました。ちょっとね、じゃあこれね、今度金運で見てみるんですよ。ちょっと金運も見ていきますね。なるほど、このタワーっていうのは仕事のことを表しているような気がする。ワンドの6、はい、そうですね、まあ、カップが出ているので、まあ、どっちかっていうとお金は入ってはくるんだけれども、とどめておくことができずに今とこう流れてしまう可能性がある、まあ、このね、10日間っていうのは使っちゃう可能性があると出てます。でもワンドの6っていう、これね、とても元気な勝利っていうカードが出てるので、でもね、しっかりといわゆるこうお金をつかみ取ることができると思うんですよね。で、プラマイ、これはね、プラスになると思います。この10日間はこういろんな家族のこととか、ね、親戚のこととか、そういうこととかも含めてお金、なんかね、今回はまあお正月だしね、まあ、そういうところで出ていくのかなって気はするんだけれども、でもなんかね、収支決済を見るときっとこれはプラスになると思います。なので今回のこのタワーっていうのは、ね、会社のこと、仕事のことだと思います。でも金銭的な問題ではないので、会社の中の問題とか会社の人間関係とか、なんかね、そこでちょっと精神的に辛かったりとか追い詰められたりとか、そういう可能性がもしかしたらあるのかもしれない。じゃあちょっとね、恋愛見ていきますね。今週のじゃあピンクの皆様の恋愛運がどうなっていくのか。1枚出しますね。おっと、失礼しました。よいしょ。はい、じゃあこちらが恋愛運です。じゃあさあ開いていきましょう。はい、エンゲージメントとコンペテンシティというこのカード、はい、エンゲージメント、これね、とても嬉しいですね。そうだな、この10日間って、そうだね、恋愛ってとてもね、いい日と、なんかね、いわゆるそうじゃない日の落差が正直激しいかなと思ったんですね。繰り返しになるんですけれども、ね、1日の今日と、ね、一番いいのが1日の今日と10日の日が恋愛とかでもすごくいいと思うんです。でもそれ以外の日っていうのはね、なんかこういろんな人間関係に、ね、もしかしたらね、複雑な恋愛とかしてる人もいるかもしれないんだけれども、人間関係に悩んだりとか、そういう感じで、なんていうのかな、会いたいのになかなか会えないみたいな、特にね、明日とかね、ちょっとね、落ち込んじゃう可能性があるかもしれないですね。
でも3日からまたね、友達付き合いとかで元気になりそうなんだけど、なんていうのかな、こう自分の人生を考えた時に、ああ私僕切ないなみたいな、そういう感じで思う日もこの10日間あるかもしれない。でもそれとは相反してですよね、むっちゃくちゃ幸せね、やっぱり私僕こんなに愛されてるんだっていうことで、お相手様とね、約束をしてデートをしてみたいな、そういう幸せな日々っていうのも過ごせそうなので、なんかね、差がいろいろある10日間になるのかなと。でも幸せな日も確実にありそうだよっていうことは出てるような気がします。はい、じゃあね、この10日間のアドバイスということで見ていきたいと思います。はい、なんかね、ポロンとカードが出ました。フォーギブネス。はい、リマインポジティブ。はい、これもね、素敵なカードですね。この多産っていうカードで、生み出すっていうこういうカードが出ています。そしてまあ、全体的なカードを見たらタワーっていうカードが出て、で仕事面できつそうと、で恋愛面でも寂しいことはあるかもしれない、でも金運は悪くなくて恋愛もし幸せそうな時があると。でこのフォーギブネスっていうのが、何かね、トラブルあるかもしれません。で、このトラブルがあった時にも、自分も含め、相手の人も含め、まずね、やっぱりこれはね、受け入れてあげましょう、許してあげましょうと。で、それに引き続き、私、僕はこれからもきっと大丈夫だっていう、このね、ビッグスマイルですね。ビッグスマイルを保ちながら過ごしていくこと。本当に広い心、もともとね、心は広いと思います。とてもとても広いと思います。ただ、思いがけないトラブルがありそうなんですよね。なので、そんなことがあったとしても、許す心、そして、これからもきっと大丈夫っていうその気持ち、それを忘れずに過ごしていかれたらいいのかなという、そういう感じがいたしました。本当にね、ここのね、仕事の人間関係が気になります。ね、ちょっと明日もね、ちょっとそういうカード出てるんだけど、特に6、7、9、このあたりが、この10日間の中ではちょっときついかもしれない。で、きついかもしれないんだけれども、でもね、10日になったら、このね、この運気が変わっていくのかなっていう気がするので、スーッと楽になっていくのかなと思います。とにかくね、私僕は大丈夫というこの気持ちを持ちながら過ごしていただきたいと思いました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあブルーの3番のブルーのボトルさん、お待たせしております。はい、じゃあこちらね、まず10枚分の10日分のカードを10枚出していきたいと思います。今日1月の10日から1月の1日から10日までの流れ、まず見ていきましょう。開いていきますね。まず1月の1日、今日
はい、これライダー、なんか嬉しい知らせとか入ってきてるんじゃないですか？これ出会いとかもね、これね、考えられるカードなんですよね。はい、明日。あら、星のカードです。どんな願い叶うんでしょうか。あら、いいカードですね。はい、そして3日。これ、キーのカード。願いが叶うというカードです。あら、なんかずっといいカード続いてますね。はい、そして4日は子供のカード。はい、そして5日、道。ね、悩んだり考えたり、結論を出すカード。そして6日、蛇。なんか今人間関係で悩んでる人多いのかな。はい、7日、リング。またこれも素敵なカード。はい、8日、これはね、見ていただいてるのが男性も女性も、これはあなたのことを示すカードです。8日。はい、そして9日、手紙。ね、これもまたコミュニケーションのカード。そして10日、家ですね。家。はい、ですね、こちらのこの8日のカードで、これはあなたのカードが出てるんだけれども、なんか何を表すのか、あと1枚カードをね、出していきましょう。あ、これかな。じゃあ、はい、これ見てみます。棺桶か。何かを終わらせたりする。なんかね、始まりと終わりっていうカードなんですよね。考えられるのが、いわゆる5日の日ぐらいに何か悩んだり選択したりすることを、もしかすると8日の日にあなたがこの結論を出すのかなっていう感じがします。で、9日からまた風が変わるような感じで、いろんな情報が舞い込んできたりとか、あとね、本当に家での生活、安定とか幸せとか、そういう流れになりそうなので、案外このここの19、8、8日っていうのが、こう、このね、10日間の中でも、特にブルーのボトルさんにとって大きな日になるのかなっていう感じがします。で、ポジティブな日を言うと、これ、いい日の方が多いんですよ。1、2、3、4、7、9、10って感じで、いい日が多くって、いい日が多くって、逆にこの時は気をつけてねっていうのが6日かな。この時はなんかね、ライバルの存在とか人間関係とか、そういうところに、あ、6日ですね、1234、6日は人間関係とか気をつけてねっていう感じがするから。で、逆にね、それ以外は、このね、今日とかもいいしですね、1、2、3とかむちゃくちゃいいし、このね、7日とかもいいし、いやいや、やっぱりいいんですよ。ね、これ、リングが出てるので、まあ、仕事上の契約っていうこと、契約が取れたりっていうことも考えられるし、ね、恋愛として、あの人と何か嬉しい約束ができるとか、そういう可能性もあるし、特に1、2、3、出会いを求めてる人もなんかありそうですね、早速。そして恋愛中の人も、幸せなデートとか、なんか本当にね、こう家デート、なんかね、ゆっくりしながら過ごしていけるのかなっていう感じにもなっているし、なんか本当になんかね、トータルで見るととてもいいんじゃないかなっていう感じが出てます。はい、じゃあ、これからの10日間のいわゆる、ね、なんかどんな10日間になるのかっていう、まあ、象徴カードを選んでいきたいと思います。これかな。はい、素敵なカード出ました。ドリームスですね。すごいね。なんかね、ここでも
ね、星のカード出てるし、願い叶うし、ね、リングとかも出てるから、何かこの10日間、あなたの願い、ね、叶うこと、夢が叶う、そういう流れになっていくのかもしれないですね。なんかね、早速今日ぐらいから、なんかもう始動してるんじゃないかなっていう、そんな感じがします。特にね、直近では明日、2日の日がむちゃくちゃ楽しみですね。なんかどんな願い叶うんだろうみたいな、そんな感じです。とてもね、なんか嬉しい素敵なカード出ましたね。じゃあこの10日間のね、全体的な流れをまずタロットで見てみましょう。こちらは全部正位置でカードは見ていきます。これかな。はい、じゃあ開いていきます。カップの5か。なんかね、思い通りにいかなかったりとか、あれって思うような出来事があるのかもしれない。これね、ちょっと全体で見てるから、ちょっと他のカードも出した上で見ていきたいと思います。そうね、考えられるのは5、6ぐらい。ちょっと分かりました。カードをね、まず出していきましょう。はい、まずね、これがね、今度はね、仕事運です。これが仕事運。はい、こちらね、カードを2枚取っていこうと思ってます。これがね、仕事運で見てます。さて、はい、コインのクイーンのリバースとソードのエースのリバース。なるほど。このね、あれって思うこと、もしかするとちょっと仕事のことかもしれないです。なんかね、思うようにいいスタートが切れなかったりとか、こう職場のお局さん的な人と会わなくて、なんかね、そういうこう人間関係の苦労、そういうものがあるような感じがします。なんかこう仕事がこのね、10日間なんかね、なかなか進みにくい。いわゆるこうどっちかっていうとね、まあ決済がどうのとかどうのこうのとか会社の中はあると思うんですけれども、そこがスムーズに進まなくて、ちょっとね、イライラしちゃったり、あれって思うような出来事があるのかなと思いました。だからこのね、失望っていうのはまず仕事のこと考えられるような気がします。じゃあこれはね、金運、この10日間の金運の流れを見ていきましょう。これが、よいしょ、失礼しました。よいしょ。これがこの10日間の金運の流れです。おお、ソードの9とワンドの10か。はいはい、この金運は、なるほど。例えばこう今年から、例えばこう会社のいろんな事情っていうのかな、それで例えば今まで出てた手当が例えば出なくなったりとか、こう働く内容は一緒なのに、例えばこうお給料がこうね、減ってしまったとか、そういう感じがあるような気がしますね。このなるほど。そっかそっか。そういう意味で、1、2、3、4、5、5日ぐらいからね、仕事始めの人多いかもしれないんだけど、5日から早速、なんかね、いろいろ悩んだりするような出来事になるのかなって感じがしました。
金運ね、こう案外こう先が見通せないとか、こうちょっと悲観的になってしまう。でもなんかね、なんとかこう頑張っている、やりくりができているって感じで、まあプラマイゼロ、若干プラスかもしれないけど、なんかね、精神的に案外きついような気がするんですよね。今はいいけど、これからどうなるんだろうみたいな、そういうものが出てくる可能性あるのかもしれないです。わかりました。じゃあ、今度はね、恋愛の流れ見ていきましょう。こちらもね、カードを2枚取っていく予定です。開いていきましょうね。子供のカードね、ここにも出てますよね。子供と子供か。ちょっとね、これ恋愛の流れ。これね、まあ複雑な恋愛中の人とかね、まあダブルの人とかもいらっしゃるかもしれないですね。いるんだけれども、なんかこう、子供も一緒にお相手様がこう愛してくれるような、なんかそういう感じなのかなって気がしました。なんかこうね、ブルーのボトルさんとお相手様のいわゆる一人一人っていう感じではなく、なんかこうお互いに子供がいるのかね、はたまたブルーのボトルさんにいるのかっていうふうな、なんかそういう感じがして。でも、なんかね、お子さんとお相手様、これね、前世からのご縁あったのかもしれないですね。なんかそういうものも感じるし、こう、お相手様ともこのね、10日間、きっとね、幸せな時間、過ごせると思いますね。今日も1、2、3もそうだし、そうね、1、2、3もそうだし、で、7とか。10とかそういうふうな感じで、本当にね、こうゆっくり過ごすことができるのかなっていう感じがします。なんかお相手様のお互い思い合ってる優しい気持ち、それがね、なんかこうこの10日間特にあるような、お相手様の気持ちもしっかりと感じることができるような、そういう10日間になるのかなって気がしますね。特にそうだな、恋愛運全体的にいいんですよね。なんかね、ちょっとしんどそうかなと思うのが、仕事運とか金運で、特に今仕事の全般的な流れとか人間関係、そこになんかね、こう今はとてもきつそうな気がするので、逆に恋愛運はお相手様と本当にこう水入らずでゆっくり過ごせるような、そんな、なんかね、時間が過ごせるのかなっていう感じがします。じゃあね、この10日間のアドバイスということで、カードを見ていきたいと思います。助けてくれるよと、道が開ける。これね、多分ね、仕事のことかなと思うんですよね。こう一人で抱え込まずに、例えばね、本当にパワハラとかなんかね、そういうお局さん的な人からね、本当いじめを受けてたりって形になると、まあ人事とかも含めてそうなんですけれども、まずは上司とかに、これね、これなんか非常にね、しんどそうな気がするんですよ。なので、まずはね、これはね、相談することをお勧めします。そうすると、きっとね、相談者の人が親身になってくれて、ね、いわゆるブルーのボトルさんの道、ここがね、開けてくるよと。新しい道が開けてくるから、だから大丈夫だよと。
一人で考え込まないでっていう、そういうね、大丈夫だからねっていうね、そういうメッセージに天使様は送ってるような気がしました。だから一人で落ち込まず、一人で何とかしようと思うんじゃなくって、ね、なんかね、助けてほしいという、こういう現状だっていうことを、いわゆるこう、聞いてもらう、それもとても大切なことのように思います。特に、1、2、3、4、5、6、7とか8とかに、なんかね、相談したりとかするのもいいんじゃないかなっていうような流れのような気がします。ね、全体的にとても素敵なカードが出てるんだけれども、仕事とか金銭面、人間関係、そこがね、ちょっとしんどそうかなと。でもそれでもね、道は開けるよっていうアドバイスカードは出てるので、きっと大丈夫だと思います。はい、これが3番のブルーのボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。